マシュー・カーター2018マシュー・カーター制作の書体の一例マシュー・カーターはイギリスの書体デザイナーロンドン生まれ父のハリー・カーターも書体デザイナーであった1956年にオランダの活字鋳造所長エンスケダでポール・エイチ・ラディッシュにパンチカット術を学ぶ1957年にロンドンに戻り1963年に 写真食事機販売会社クロスフィールドエレクトロニクス社にタイポグラフィのコンサルタントとして入社。1965年にニューヨークへ移住し、マーゲンターラーライノタイプ社へ入社。ライノタイプ社のカベル電話会社に提供した書体、ベルセンテニアルは、ベルゴシックという書体をベースに文字が小さくインクの滲みやすい電話帳でも字が滲まないようデザインされている。 1981年、同僚のマイク・パーカーと共にビットストリーム社を設立。1991年に退社し、シェリー・コーンと共にカーターコーンタイプ社を設立。カーターは書体の可読性の改善に尽力し、アップルコンピューターとマイクロソフトに書体を提供した。ジョージアとバーダなのに書体は、コンピュータスクリーン上での使用を前提に設計された。また、 カーターはタイム、ワシントンポスト、ニューヨークタイムズ、ボストングローブ、ワイヤード、ニュースウィークといった雑誌出版社にも書体を提供した。カーター制作の書体にベルセンテにあるビッグキャスロン、ビッグフィガンズ、カスケードスクリプト、チャーター、エレファント、フェンウェイ、ITC カリアー、バンド、ジョージア、オリンピアン、マンチニア、ミラー、ロッキー、シェリースクリプト、 スネルラウンドハンド、スキア、ソフィア、タホマ、バーダナ、ヴィンセント、リグリー、メイリオ、DFP 送金隊がある。ありがとうございます。